キンプリの分裂での平野仕様と高橋山のダンス表現の違いによるファンの複雑な心情と期待。新グループ、ナンバー・ I の動向も注目。2023年10月15日、滝沢秀明氏の新会社、とべ、は、オフィシャル YouTube チャンネルを通じて驚くべき発表を行いますし。それは、元キングプリンスへのメンバーで、 9月末に旧ジャニーズ事務所を退所したばかりの岸優太が、平野耀と神宮寺ユ太と共に、ナンバーアイ、ナンバーアイという新グループを結成するというものでした。この発表により、キンプリという人気グループは実質的に分裂し、ファンからは悲しい叫び、声が上がりました。キンプリはもともとキングプリンスへの7人組グループで、 そのメンバーは長瀬角と高橋山のドオで活動を続けていました。しかし、今年5月22日、平野、神宮寺、騎士の3人が金プリから脱退し、さらにその後、平野と神宮寺は旧ジャニーズ事務所を離れ、騎士も9月末で退場する形となりました。 ファンの反応ファンたちはこの突然の脱退に驚き特に3人が新しいグループを結成することにショックを受けました。以前、平野と騎士は脱退理由として海外進出を挙げており、神宮寺は一人でも脱退したらキンプリを辞めると宣言していました。 しかし、新しいグループ、ナンバー I の結成はこれらの宣言と矛盾しているように見え、ファンは納得できない状態にあります。ファンの不満ファンたちは SNS 上で不満を爆発させており、3人の行動について批判的な意見が多く見られます。彼らは、 考えれば考えるほど3人のことがよくわからなくて、もう考えてもキリがないし許せない、といったコメントを残し、新グループ、ナンバー、アに対する不信感を表明しています。脱退理由の疑問特に疑問視されているのは3人の脱退理由です。以前、 ファン向けの動画で海外進出を理由に挙げていた平野と岸は緊急性配信で特にその展望について言及しませんでした。また、神宮寺は当初一人でも退場するという話が出た時に自分も退場させていただくと宣言していましたが結局長瀬と高橋がいない新グループを結成し活動を始めました。ダンス表現の が一方で平野耀と高橋山のダンス表現には共通点が見受けられます。両者は金プリ時代から高いダンススキルを持つアイドルとして知られ、そのダンスは多くの人に絶賛されていました。平野は幼少期からダンスを学び、金プリの楽曲で高難易度のダンスに挑戦し、成功を収めました。一方、高橋も小学校入学前からダンスに親しみ、 数々の大会で優勝経験があり、スマップのドーム公演のバックダンサーを務めた経歴があります。ダンスの方向性両者のダンス表現についてキンプリのメンバーとして活動していた時からも彼らのダンスは異なる方向性を持っていたと言えます。キンプリはキラキラ王子様路線のアイドルグループで、そのイメージに合わせて可愛らしいダンスを披露することが多かった一方、 平野と高橋は高難易度のダンスに挑戦し、その実力を発揮していました。この違いがファンからの期待と異なる方向性につながった可能性があります。ファンの期待、現在金プリの分裂に対するファンの心境は複雑です。一方で、彼らは平野と高橋が共演する日を夢見ており、それを楽しみにしています。 ダンスの実力を持つ二人が再びステージで共演する日が来るかどうかはわかりませんが、ファンたちは彼らの成長と活動を期待しています。キングプリンスへの分裂と新グループナンバー・アイの結成により、ファンたちは複雑な心境に陥っています。平野紫耀と高橋山のダンス表現の違いは、彼らが異なる道を歩む理由の一部かもしれません。 しかしながら、ファンは二人の活躍を期待し、彼らが再び共演する日を心待ちにしています。これからの彼らの活動に注目が集まっています。